野ら農学堂入口野ら農学堂は、東京都新宿区野ら町にある、公益社団法人、関税休校会所有の農学堂。野らい関税関税休校会の本拠地として、活動の拠点となっている。昭和27年に、現在の舞台、建物が建てられ、現在東京都内にある農学堂の中では、杉並区にある、大倉流教元、山本家の舞台に次いで古い。 関西清は当初、神田西小川町に舞台を設けたが、関東大震災のために消失。1930年に、牛込屋来町の現在地に移って、舞台を復興するが、さらに1945年5月24日、空襲のために二度消失した。このため、戦後、影を相続した二世、関西義ヨは、舞台復興を悲願とし、 物資不足の中、ご両輪の日抜きを譲り受けるなどして、1952年、現在の舞台を完成させた。以来2世及びその養子3世、関税義行の2代にわたって、関西旧公会の活動の拠点となっており、現在でも旧公会の霊界をはじめとして様々な演納活動に使用されている。2002年に再建50周年を祝って日数能が行われた。 2011年に国の登録有形文化財に登録された。舞台の寸法は、本舞台幅5.4メートル奥行き5.7メートル、五座奥行き2.7メートル、自由座奥行き2.1メ,メートル、橋掛かり幅2.1メートル、長さ6.5メートル。屋根は寄せ棟作りで、やや天井が高めなのが特徴。鏡板は、川辺菊治による養合の松と竹。 構造は木造モルタル作りで見どころは定員300名。正面、脇正面、中正面は一席だが正面、脇正面後方に古風な座敷作りの見どころを残す和洋折衷の珍しい構造である。農学堂で最初に固定の一席を取り入れたのは野来農学堂であると言われる。ロビーに農用品の売店、地下に喫茶室が設けられている。 ありがとうございます。